筋トレを最優先とした前提での有酸素運動の効率化ということで質問させてください。検索するとファットバーンゾーンという心拍数があるんですが、私はいわゆるスポーツ心臓で安静時心拍数が46回1分あたりと少なめです。一般的な表のファットバーン心拍数まで上げると会話できないくらいハードな感覚になります。脂肪燃焼という点においては心拍数は表より低くても会話できるくらいの感覚を優先したら良いのかをご教授いただければ嬉しいです。どうも、高田勝です。脂肪燃焼と聞いて一番最初に思い浮かべる運動はおそらく多くの人は有酸素運動でしょう。有酸素運動はめちゃくちゃハードにやるよりもそこそこの強度に抑えた方が脂肪燃焼効率がいいと考えられています。で、実際今回こんなコメントをいただきまして、筋トレを最優先とした前提での有酸素運動の効率化ということで質問させてください。検索するとファットバーンゾーンという心拍数があるんですが、私はいわゆるスポーツ心臓で安静時心拍数が46回1分あたりと少なめです。一般的な表のファットバーン心拍数まで上げると会話できないくらいハードな感覚になります。脂肪燃焼という点においては心拍数は表より低くても会話できるくらいの感覚を優先したら良いのかをご教授いただければ嬉しいです。で、結論から先にお伝えしておくと、効率とか考えなくていいです。まあこれだけだと意味がわからないと思うので簡単に説明しておくと、確かに心拍数が高すぎない、ハードにしすぎない方が脂肪燃焼効率がいいのは事実だと思うんですけど、気をつけなきゃいけないのは脂肪燃焼量なんですよ、効率ではなく。このチャンネルで何回も説明している通り、体重の増減はカロリーバランスによって決まります。摂取カロリーと消費カロリーのバランス、これが全てです。その差し引きがマイナスであればあるほど脂肪を燃焼することができる。つまり運動は消費カロリーが大きければ多いほど脂肪を燃焼するんです。で、1時間有酸素運動をするとして、ウォーキングをした人と全力疾走をした人、どちらが消費カロリーが多いと思いますか？1時間全力でダッシュした人なんですよ。まあもちろん現実的にはそんな人いないですけどね。何が言いたいかっていうと、同じ時間であれば運動強度が高い方が消費カロリーが高いんです。その分脂肪も燃焼してくれるんですよ。逆に脂肪燃焼効率がいいからといって運動強度が低い運動を同じ時間やっても、脂肪燃焼率は高くてもそもそも消費カロリーが低いのでダイエット効果は薄いと言えるんです。有酸素運動をするなら消費カロリーの総量を気にすべき。なので質問者さんの回答を改めてしておくと、ダイエットが目的なのであれば心拍数とか気にしなくていいので、なるべく強度が高い運動をなるべく長い時間やりましょう。その種目は別に好みで大丈夫です。エアロビクスでもいいし、スイミングでもいいし、どんな種目どんなスポーツを選んでもいいんですけど、一つ言えるのは脂肪燃焼効率にとらわれてあえて低強度でやる必要はないってことです。激しい運動をしても全然問題ないのであれば、高い運動強度で同じ時間やった方が脂肪は燃焼されます。まあ、有酸素の脂肪燃焼効率は痩せた後そこからさらにコンテストに出るぐらい体を引き締めたいっていうのであれば考えてもいいです。ただ一般の人であればあえて考える必要はないでしょう。